はい。皆さん、こんにちは。レクセン星二講師の赤木です。えー、それでは、えー、今年の予備試験の論文分析会ですね、えー、民生、商民、その,の民事系三科目の、えー、解説講義ですね、えー、これを始めていきたいと思います。えー、と、私の方のね、えー、論文系の、まあ、解説講義の特徴であるんですけれども、まあ、どうすれば現場で対応できるのかというね、私の思考過程を、ま、示すというね、こういう感じで進めていきたいというふうに思っております。ま、あの、内容の解説ですね、そういったところに入るよりも、まあ、どういうふうにアプローチすれば正解等にたどり着けるのかというね、この思考過程を皆さんに に提示すると、まあこういうふうな90分間にねしていきたいなというふうに思います。ただまあ3科目やりますので、ちょっと1科目あたりが30分しかないというところで若干欠け足になるところをあらかじめご了承いただければなというふうに思っております。はい、えー、早速ですね民法の問題こちらの方の検討というかね私の分析等を見せていきたいなというふうに思います。はい、まずは民法の問題ですねこちらの方を手元ですねご用意いただければと思います。手元でいくとレジュメねありましてレジュメの1ページから2ページこれが民法の問題になっております。はい、えー、まず設問からの確認です。 私の場合はまず説問を見て頭の使い方これを決めていくというねこういう感じにしていまして民法説問 1C は A に対し。 所有権に基づき抹消等規請求できるかどうかを検討しなさいということでもう物件的請求1本決定ですよね、えー、所有権に基づく抹消等規請求ですので、物件的請求の主張、反論、これを考えていくというふうにすれば大丈夫だろうと、でえー、これ民事系、民法、商法共通でしてね、まずは原告の主張ですね、えー、要件検討を済ました上で、それで被告の反論、否認か公弁かいうのを踏まえて考えていく、まあ、民事系の実態法はね、えー、民法、商法共通で、えー、原告の主張、被告の反論ですね、えー、法律要件分類説を意識しながら、 からですね、えー、論じていただければもう大丈夫かなというふうに思います。まあ、そういうことで今回のまず問いの1、所有権に基づく抹消等規請求ですから、えー、まずは原告所有、ね、被告等で原告所有というのをどうやって基礎づけるかというね、ね、えー、ここがまずは出発点になるのかなというふうに思ってください。はい、えー、問の2 CD 間の賃貸借契約が合意解除された場合のそれ以後の CE 間の法律関係どうなるかもうこの問題を見ただけで何かね転貸借なんかがあるんじゃないかなというねえそういう予想がつくようなえ事実問題文になってますねえ合意解除しかもねえ合意解除承諾天体の合意解除だったらああの親亀子亀の理論のねえちょっと応用みたいなねえそういうのが来るんかなというふうな予測が立ちますそれを踏まえた上で8に示した C の E に対する請求で9に示した E の C に対する請求認めるかを検討しなさいというふうに書いてますま CE の、e、に対する 請求の内容は明確には、ね、この時点では分かりませんけれども、一応、頭の中では訴訟物2種類、ね、念頭に置いてください、請求ときたら物件的請求と再建的請求、この2つがありえますので、物件再建両方、まあ、一応視野には入れとく、頭の中には入れとくと、で、Q、書いてある E の C に対する請求も同様でありましてね、物件再建両方あるんじゃないかなというね、この視点で見ていくといいでしょう。はいそういうことで、問題見てですね、ある程度何考えるのかというね、問いのうちであれば、これ、C の所有というね、これはまあ言っていかなきゃいけなくって、それを、ね、どうか。 続けるかという目線でこの事実見ていくというねで、えー、物件的請求に関してはね、えー、ちょっと時間があればお話ししようと思うんですけれども公弁の累計これも知得に越したことはないですね、えー、物件的請求の公弁というのはもう固定されているところがありますので物件的請求の公弁所有権ソーの公弁とかね、えー、対抗権の公弁とかですねもうかなりね、えー、固定されているものがありますのであらかじめ公弁累計を把握しておくとでその中からメニュー選択するというね、えー、そういう視点も物件的請求では有意義になりますはい、えー、事実関係の整理ですねこれをちょっとしていきたいと思います ちょっと、します、はいえー、事実関係、はいえー、1番から、ねえー、見ていきたいと思いますが、えー、1番のところ、えー、A が友人 B から建物購入を持ちかけられたという、ねえー、こういう事案になっています、えー、B 所有の建物、えー、A は気に入り、23年7月14日、1000万円の売買契約を結んでいます、はいえー、S セルですね、売買契約の省略形です。 で同日代金払ったというねこう書いてありますでその際法律知識に疎い乏しい A 管理するため必要という B の言葉を信じ登記名義 B が保有することを承諾したともうあからさまにですねなんかこうまぬけな感じのねそれで当事者ではありますけれども一応登記としては売買したけどもまだここにあると。 いうことになりますねはい、えー、次に2番 B は資金繰りに給していたため売却した当時から自分の元に留め折りを見て他社に売却して金銭用得ようと企てていたということですのでこの売買自体は詐欺ですね、えー、この売買自体はどうも詐欺っぽいなというね 96条かなというね、ちょっとこれはね検討するかどうかわかりませんけれども、詐欺っぽいぞということも手控えの中には書いておいた方が忘れなくて済むと思います。はい、で、その結果ですね、えー、その結果じゃないな、まだその後と、ね、で続き最もい,いか、23年9月に入り、親戚から入りを受けたというところですね、そこで建物登記、A が、ね、B に対して登記の移転を求めてきた、で、B はあなた騙す必要が出てきたとね、ね1回嘘をつくと次々騙さなきゃいけないというね、そういう感じになってきますけれども、まあ、そこで、 何を言うたかですね B は実際には借金ないけれども貸金債権架空の貸金債権これを担保するための譲渡担保ですねこれの結びで移転登記申請書を作成した上で呼び出して書面提示 A は分からなかったけど鵜のみにして書面のあにしたというねよう分かりませんけれどもはい23年9月21ですねこの時点で譲渡担保 みたいいいなな契約を結んだという、ね、こういう,うな感じになっています、はい、23年の9月21日ですね、えー、これらの譲渡担保的な、ねえー、合意書を結んでいると。で、23年の12月に入り、えー、ごめんなさい、登記も結んでますね、譲渡担保の登記ですね、譲渡担保の登記、ねえー、これがなされたという感じになっております。はい、で、3番、23年12月の13日になって、 500万で売却で代金受領するとともに引き渡しも済んでるとでその際譲渡担保契約書で登記、えー、事項証明書を示してで貸金再権弁済することで譲渡担保証明できる旨説明して代金が低く設定されたということで C としてはこう考えてるわけですよね。 受け戻し可能な建物これを買ったとこう思ってるはずですけれども、えー、C は A が上等担保権者でないことを知らなかったか知らなかったことについて過失があったとこういう事案になっていますで24年の9月 C は A 宅に行き貸金債権弁済するのに伝え300万 えそれとえ利息の相当額を払おうとしたけれども A は身に覚えがないと、まあ、A からしてみたらねびっくりですよね、えー、何もお金貸したわけじゃないなんで300万だと、ねえー、いうことで A からしたらびっくりしたで、えー、支払い受領を拒んだその後受領拒否で供託24年9月21日に供託ここまでいっています さあその状況で C の A に対する請求です。はい、C の A に対する所有権に基づく抹消等規請求、これをしていくんですね、手控えではもうかなり、えー、省略形で書いていきますけれども、えー、所有権に基づく抹消等規請求、はい、C 所有、これ、どうやって基礎づけようと。 いうところが悩ましくなりますで、C としてはおそらくですけれども BC 間これで取引内容受け戻し可能な建物買って 弁済供託したので所有権取ったとこういうふうに C は主張することがまず考えられますできるできない別として C のまずは普通の感覚からすると受け戻し可能な建物を買ったんだで弁済供託したから受け戻したはずだ所有権渡すのだこういう構成をまずは素直に考えていくことになるはずですしかしながらここはここですよね 実際には譲渡担保権の設定がなかったわけですのでこういう形の承継取得はまず無理だということでまずは原則論としてですね、えー、ここのこういった所有権取得はまずできませんよというところをまあ議論していくと。でその上で C としては外観を信頼して買ったというところがありますのでまあこれは。 この議論をしていくことになるでしょうね94条2項類推ですね外観を信頼して買ったんだから信頼通りの権利取得認めていいじゃないかとこういうふうな立論これが次に考えられますはい、えー、ここですねまずは原則論から書いていくというのが望ましいところでね、えー、BC 間、えー、ここの売買自体が取引自体が受け戻し可能な建物の売買ですよでその後実際に、えー、契約譲渡担保権 ねえー、外見的に存在するジョッ険通りに弁済協諾したしたがって受け戻しができたはずだというね、えー、こういう形の主張をしていくというところが考えられるでもこれはできないよということで信頼通りの権利取得を認めるという94条2項論です。 はい、ここでね94条2項論の正確な理解ができている、できてないので大きく、ね、差がつくのかなというふうふに思われますね94条2項の議論外観を信頼して取引した人に信頼通りの権利取得を認めるというねこういう内容です完全な所有権を認めるとかいうんじゃなくて信頼通りの権利取得を認めるというねこういう理屈が94条2項類推論というねそういうことになりますねはい、でここはもう皆さんお手のものだと思いますで、えー、虚偽の外観の存在外観搾掘室の規制それから外観に対する信頼ですね この辺りで一応ね要件,要件立ててしていって当てはめしていくということになりますが94条二項類推の際過失を要求するかどうかに関して110条の類推までかませるかどうかねこれが必要になるわけですよねで本件ではプラス110いるかなというふうに思います。110条 のえー、全無価値を要求するときに110条を要求するこれがまあ判例理論でありますけれどもそれはどういうふうな理屈からやるのかというと現権利者の奇跡性ですね現権利者の奇跡性の程度次第というところがありますね。虚偽の外観を 意思に基づいて作出したのであればこれは110条かませなくていいというところありますけれどもその、ね、虚偽の外観を、ね、そのまま意思に基づいて作出したわけではないようなケースでは110条かませる、まあ、これが平成18年の、ね、最高裁の案件にまあ非常に本件に似てますのでねそういった形で110条の類推論もいるよということを、ね、説明していくことになるでしょうか。はい、ということで要件的には。 虚偽の外観から奇跡性全員無過失、まあ、このあたりの要件を、ねえー、立てて当てはめをしていくと、はいえー、94条二項累積による権利取得認められるはずであるけれども本件では、ね、虚偽の外観そのものを意思に基づいて作出したわけではないので110条の累積適用も必要となるというね、えー、そこまでまあ一度述べた上であとは要件検討をしていくと虚偽の外観 はい、ちょっと当てはめてのちょっと工夫がいります虚偽の外観を言うときには真実はこうなのに実態はこうだという、ね、真実はこうなのに外観はこうなっているという、ね、こういうことを言う必要がありまして本件では真実は譲渡担保ないにもかかわらず譲渡担保権があるかのような登記がなされているので虚偽の外観、ね、反真実の内容を示すという、ね、これはできる限りしておいた方がいい,という、ね、虚偽の外観の当てはめの際の一つの注意点です。はい、それから奇跡性もですね ぼんやりと奇跡性という言い方をするんじゃなくて、えー、どういうふうな意思に基づく関与があったのか意思的な関与ですねその内容を示すというのができるだけ、ね、望ましいところにはなります。で今回はののの外観そのものを 意思に基づいて一応作出したわけじゃないけれども誰もが読んだら分かるような書面これを手にしときながらですねぼんやりとして鵜呑みにして信じてそういった外観を作出したということで著しい過失があるというふうなね言い方をすることになるんでしょうね。虚偽の外観作出について「意の意思的関与はないけれども重大な過失があるというふうに言ってこの奇跡性は認めていくということになるでしょう。はい、あとは全員無過失と言えるかどうかで今回残念ながら C さん過失ありですよね。 はい、ですので110条類水は結論的にはできないと。 柱としてはこういう立論ができたらいいのかなというところであとは、ねえー、少しずつ肉付けですよねいろ、えー、んな肉付けを、ねえー、していくというのが望ましいのかなと思います、はい、とりあえず新所有に関してこの要件で残念でしたという、ねえー、こういう結論になりますので請求は認められないという、ねえー、結論になっていくでしょうが、はいえー、ここから先はちょっと加点自由の取りどころ,取りどころという、ね、感じになるでしょうね、えー、譲渡担保ですので譲渡担保の法的構成論もちょっとどこかで加点自由になるだろうということでどこかでまあかけるといいです。 で、書くとしたら原告所有のところになるんでしょうね、この C 所有というところですけれどもね、えー、この C 所有を基礎付ける時にもし担保的構成でいくならば、これ、所有権取得したと、ね、えー、担保的な所有権取得した、えー、そういう形でですね、主張していくことができるということになりますけれども、えー、所有権的構成であれば、受け戻して初めて所有権を取得するというね、えー、こういう感じになりますので、譲渡担保の法的構成は、ここで、 C が取得した権利内容ですね、C が取得した権利内容、これが何なのかというところで、譲渡担保の法的構成論、これが少し議論できるのかなと、譲渡担保、長いので JT となくしますけれども、まあ、ここでね、かますことができるかなという感じはします。はい、ですので、C が取得したものですね、えーと、所有権的構成でいくならば、所有権は A にありという前提で、えー 担保権的なえ担保権じゃないね、えー、受け戻し可能な建物ということで、えー、C は B から権利を取得した、でえー、その後、弁済協約によって所有権取得したというね、えー、こういう主張をすることになると、なぜならば、女、え、子、ー、担保の構成、所有権的構成だからというね、えー、そこをまあ述べていくことになる、はい、ここでかませるのが、一つね、考えられるところであるでしょう。はい、あと、ちょっと本物の特殊事情で生かしてきれてないのが、この詐欺のところですね、この詐欺のところは一体どんな意味があるのかなというね。で 考えられるんだったらまあどっかにね、えー、言及しておくというのがまあ望ましいんでしょうけれどもまあ入れようがないかなと思えば入れないというのもね、えー、結論としてあり得るだろうと思いますはいまあ詐欺だということで権利失喪可能なのは A の方ですからね A の反論に本件は入りませんからその意味でこの詐欺取り消し云々という議論はかませる余地がちょっとないかなというね、えー、そういう感じがしますまあ万が一これ A が取り消せれば この売買契約ね取り消せれば B は、ねえー、C に対して売却したこれによって所有権が B から C に完全に移転したという形になるんでしょうけどもね、えー、A が今回取り消すというのはちょっと考えにくいというところもありますので、えー、ここの先取り消しに関してはもう議論しなくてもう前に進めるということにせざるを得ないんじゃないかなというふうには思います。はいということでまあ書くべき内容ですね、えー、まずは原則論。 94条2項類推論でできたらここは94条2項では、ね、類推適用だけじゃなく110条もかませるという理屈、ね、なぜならば外観、作出で、ね、外観を意思に基づいて作出したわけではない、ね、不中によって作出したに過ぎないので奇跡性が弱い従って無価値まで要求するべきだ110条をかませるべきだこの、ね、理屈を立てておいてください。はい とということでまあ問いの1、なかなかひねった問題、ですねかなりひねった問題でおそらく現場で、えー、解いた方、ね、若干混乱したということもあるのかなという,ふうに思いますけれどもね、えー、ここの混乱した原因はおそらくですが論点主義で入ったからだと思います素直に当事者の主張を組み立てるこの意識があればこの C の主張は。 あっという間に構成できます C としてはまずどういうつもりで権利取得したかというふうに考えれば B, と B から受け戻し可能な建物を買い受けてその後弁済供託したので受け戻しが完了した。 こういうふうな主張を素直にまず考えられるはずです。で、この民法の問題にせよ、商法の問題にせよ、民訴にせよですけども、当事者の素直な主張ですよね。こっから考えていくことがものすごい大事でね。で、このまず素直な主張ができるかというと、これは難しいとなって、ちょっとイレギュラーな主張を考えていこうと。こういう、ね、感じになっていきます。でここのねこの 契約通りの権利取得が認めにくいので今度は、ね、外観を信頼したというところに着目して外観,通りの、ね、外観の信頼した通りの権利取得これを認めていく94条論これを考えていくということになります。はい、というような形で、まあ、これは請求原因のところで切れちゃったとねそういう内容になります。 はい、えー、問いの位置、まあ、ここの94条論ね、た、え、ど、ー、り着ければおおむね,ね、えー、一応の水準には入っているんじゃないかなというねそういう感じがしますけれども94条論の中でもこの110条書いたか書いてないか結構大きいね、合否に左右するところになるかなという気もしますしあと、上手担保の法的構成論これはもう加点自由だとは思いますけれどもここもですね、えー、書いて結論に左右するところではあるので書いて損はないかなとね、えー、書いておくと加点には、ね、なってくるところじゃないかなというねそういう気がします。はい え続いて問いの2のところに入っていきましょうか、はいえー、問いの2のところ、はいえー、5番以下見ていきます25年3月1日和解が成立で C 所有する登記が行われたということで、はいえー、和解によって C 名義の登記に至りますで6番25年の4月1日 C が 賃貸これをしていますで5年で相場25万より安い月20なんだけれども修繕はデ税負担とこういう合意にされています。 ちょっと通常の契約とは違うところを手控えに入れるという形にしておくといいですね。でこの賃貸借の契約とかになってくると契約内容が複雑に多岐にわたるというところがあるので手控え書くときの1つのポイントちょっと普通とは違うところだけ手控えに残しておくとでそれ以外は問題文にアンダーラインですね、えー、それ引いてもうごまかしておくという感じにしておくといいと思います。はい、でその上でアトリエとして使っていたけれども本領が忙しくなった使用しなくなったで承諾を得て。 26年8月1日、はいえーこれ、この日に承諾転退これをしています。で、月15万安っという感じですね。デさん、毎月5万ずつ損するというね、<laughs> そんな感じになってますけれども、承諾転退をしているという感じですね。で、修繕条項はなかったと。月15だけども 修繕ななしとこううういいふにっておりますはわざわざ事実関係書いてあるんでね、これはちょっと問題文、ねわざわざ書いてる事実ということで問題文、ごめんなさい、答案の中にねできる限り反映させていくのが望ましいとは思われます。はいその後7番、こう建物を使用していたが27年2月15日、雨漏りで修繕する義務ないとは考えたが、30万ですね修繕費を負担したと。 はい、30万負担、もう条文番号をどんぴしたね。修繕費ですから680以降ですね、はい、修繕費の必要費、これの償還請求、これが考えられるということになるでしょう、はい、続いて8番27年3月10日、A、C、D との間で賃貸借、4月30日かり解除する旨で合意したと。 と、はい、ということで、まあ、有名なお話ですね、ドローン店ですね、えー、入門口座でも扱うような超有名なドローン店ですね、えー、承諾天帯において基本賃貸借の合意解除というね、もうまさに、ね、誰でも書ける、ね、そういう内容になっているというところになります。はい、で、そのあと、ね、合意解除されるので、明け渡すか、明け渡さなければ月25万払えと、はい。明け渡し請求、それともう一点。 月25の請求とこれをしていますこれに対して9番27年5月18日いいわしに対し修繕費30万払いとこういうふうに言っております。と、はいうのにまあこれは多くの人がほとんど書けるだろうというね、えー、超サービス問題に近いかなというね、えー、感じになりますけれどもと、えー、いうのに。 CG C 間ののの賃貸借が合合意解除されれた場合それ以後の C 間の法律関係どうなるかです、ね、まあここもね、えー、小手先ではありませんけれども、まああのつ、ー、助どころにちょっとねなっていくんでしょうね。基本的には承諾天体天体借というのは基本賃貸借を前提にするので基本賃貸借が消えれば天体借も消えるというのが原則のはずというね、えー、このまず原則論をちょっと書いおく方がより丁寧でしょうね。しかしながら合意解除というものについてはこれは権利の放棄に類似するというところでね。えー 承諾天体のこの基本賃貸借の合意解除398条の法理等に照らしてですね転借人には対抗できないというねこの理屈が出てきますねでその際どういうふうな形になるかですよね、はい、CE 間の法律関係ですけれども一応考え方としては D が離脱してですね DE 賃貸借が CE2 個 まあレクの入門テキストなんかではこんな感じで説明してますね、えー、転退釈、ねえー、一応この真ん中にいた人を残しておく意味はないので賃借人かつ転退人これは契約関係から離脱するで C 以下の直接関係になるんだと で直接関係になるというふうに考えるんだけどもそれは基本賃貸借の方が残るのかそれとも転貸借の方が残るのかそれはまあ転借人の利益を考えるならば転借人のねえ契約内容をそのままスライドするというのがまあ望ましいところかなと合意解除に伴ってえ転貸人の地位が C に移っていくというねえこういう理論構成がまあ一応ねえおすすめの考え方にはなるかなとはいそういうことでこうなりますので何もできるわけないと。 なりますね所有権に基づく返還請求したところで賃借権の抗弁これが来ますし賃貸借収入に基づく請求もこれもできないということになりますので明け出し請求はできないとまあ丁寧に書くならば物件的請求再建的請求両方できないというふうに書いておくのがより丁寧ですね明け出し請求としては所有権に基づく返還請求と賃貸借収入に基づく返還請求の2種類があるけれどもどっちもダメというね、えー、こういうふうに書いておくのが、まあ、より丁寧な書き方でしょう。はい、そのの上で月25万の 請求これができるかどうか？はい、これは約定債権ですので、賃貸人の地位があるならば請求できるはずなんですが、額が25になるかどうかですね。額が25でいいかどうかで。この理屈からすると。月15万ではという感じがしますよね。基本賃貸借は消えて承諾点貸借の方が。 移行すると考えるならば月15でいくというのがこれが原則のはずですただし C としては25請求したいその理屈構成何かあるかというところで本物特殊条にちょっと着目しますはいえ6番7番8番以下ですねえ6番7番あたりでえざっと見ていきますとはいえー6番えー DE 間の取引関係考慮して月15万円とすることが考慮された 賃料15万円になったのはイ員、e、間の個人的なつながりがあるからこそ15万円になったんだとで今回 C さんは全く知らない人でありますのでその基本的な減額自由が成り立たないということで25万円にするあまりなんかね利益考慮としてどうなのかなというね感じませんでもないですけれども、まあ、理屈として考えるとしたらこれがありうるしかしながらそうは言ってもですね、えー、転借権を残すためのこういう理論構成でありますのでやはり転貸借の契約内容にやはり C も拘束されると考えるのがまあ自然かなというふうにもとれます。 なので結論としてはどれでもいいと思います、えー、結論としてはまあ、ねえー、承諾天体借がそのまま新体人のところに行くというふうに考えるならば月15万と考えるのが理論的論理的ということにはなるでしょうねはいでここのところは次の30万の請求との関係もね、えー、ちょっと意識しておいてもいいかもしれません月30万の請求これは608条に基づく請求ですしかしながら E の賃貸人は D だったはず C に承継されるかどうかここはちょょっと言葉説明いるでしょうね608条の文言も直ちに召喚請求できると書いているので E にとっての賃貸人はというとでですので D だったはずで C に行くのかどうかここは天体釈。 に含まれる天、ね、体、えー、人の地位が移転した以上、ですね、えー、この費用償還請求権自体も新賃貸人の方に移っていくというふうに考えるのが、まあね必要に、えー、論理的な形になるのかなと、はい。で、その上でです、C からすると修繕特約、この反論をしたくなるはずですね。条の請求仮にあるとしても いやいやいやと修繕特約あるじゃないかと賃借人負担だとこういうふうな修繕特約があってこれに E も拘束されると E も拘束される C の反論としてはこれが考えられます680条に基づく請求来たのに対していやいや安くしたやんと安くする分だけね修繕費は賃借人負担とした。 これに転人も拘束を受けるはずだという理論構成がありますでここもやっぱ原則論からすると契約は相対的効力ですよ契約の効力は当事者間でしか及ばないのが原則とは思えるんですが転人承諾転借人というのは賃借人の保管義務の履行補助者なんていうふうな理屈が、ね、あったりするところですね承諾転貸借において転借人での履行補助者であるという、ね、こういう言い方をすることもありそう考えると CD 間の契約 転人も拘束されるるとというふうふに考えることは自然な感じにななってきますねでなおかつ月15万の修繕条項なしですけれどもこのデイ以下の契約条項自体安くするということは修繕費はいい負担というふうに考えるのが合理的意思解釈でもあるのかなとどっちみち理屈構成はいろいろあると思いますけれども。 D の離行補助者の「E という理屈構成もあれば D 以、e、間の合理的意思解釈まあどっちかの構成で CD 間のあごめんなさいえっ、ー、と E に修繕特約ですね。 E、えー、が修繕費を負担するという特約、えー、これを、えー、効力生じさせるというのは考えられるかなとは思われますはい理屈っぽい考え方からするとこっちの方が私は筋はいいようなね、えー、気がしてますあのこれ請負いで、あのー、元請け人の、ねえー、元請けと注文者の、えー、所有権に帰属に関する特約が、えー、下請け人に、ね、拡大適用されるのかという理屈構成があるんですけどあそこでは、えー、下請け人は 元受け人と異なる支障をすることができないとこういうふうなまあ判例があるんですけれどもそれをそのままこの賃貸借の場面でもまあ適用しうるっちゃ適用しうるのかなという、ねえー、承諾転借人についてはこれは履行補助者として、ね、扱っていくという,ふうな判例もあるところですので、まあ、それに沿っていくと履行補助者的な、ね、説明してこの修繕特約ですねこれによって E が負担するべきとこれにいくと30万の請求はできないという,、ね、こう,いう結論になるのかなと。はい、ここ一番や っちゃいいけけないのはおそらくですけども月15万にする月15万にするということはこんだけ賃料少ないのでね基本的には修繕費は賃借に負担とするのがまあ一応バランス的にはいいはずです。なのでこの15万の請求にとどめておきながら30万の請求を認めるこれは若干ちょっと筋が悪いというふうな評価を受けるリスクがあるかなというふうに思われます。逆に25万の請求をもし認めておきながら 30万の請求認めないと、これもちょっとありえないという風な感じになってくるのねこの辺ちょっとバランスがいるのかなという感じがしますね、えー。もし25万の請求を肯定するならば、この30万の請求も肯定するべき、15万の請求にとどめるんだったら、30万の請求は否定するべきというね、こんな感じのねバランスが一番いいのかなという感じがします。ははいいいいいいこの問いの1問いのの問でですすね、えー、その辺まま考えらられたた十分じじゃないかなかという感じはします、はい、ただしだ というね、えー、こんな感じの問題でして、あまり基本的なところで失定しないようにね、そこだけは気を使って,てください。えー、まあ原則論から書くとかね、この辺の工夫でね、プラスアルファが望めていくのかなというふうに思われます。はい。そういうことで、レジュメ等についてはね、私が作ったレジュメじゃないので、あまり詳しいね説明はしませんけれども、参考等も私のじゃないのでね、なんとも言いませんけれども、一応参考までにね、えー、見ていただくと、まあ概ね、 オッケーかなという、ねえー、そういう感じはしています、えー、私自身の個人的な、ねえー、気になるところとしては、レジュメの5ページに、ねえー、下の方に書いてある E の C に対する請求ですね。えー、e の C に対する請求。えー、これについて、えー、CD 間の合意が、えー、E に え拘束及ぶののかかどうなのかこの視点で書いてる部分が一個もないので、この E の C に対する請求、CD 間の合意がね果たして E まで拘束するのかどうか、そこはねえちょっとこう言及しといた方がいいのかなと、あるいはねえ DE 間のえ合意がね合理的意思解釈として賃借人負担にするというねえそういう合意として考えられて、それがそのまま移行するのでえ E は請求できるかできないか、この結論にどうなるのかというところをねえ書いておいた方がよりいいのかなという感じはします。内容的には じね、おおむね。この内容で大丈夫なんじゃないかなという感じはしています。はい。で、この類推的世論に関してね、ええ、いろいろと書き方が難しいところあるんですけども。私の、ね、中ではもう決めてます。類推的世論は結論先行で書くと、もうこうした方が絶対書きやすいんでね。ええ、類推的世論書くときにはね、必ずもう結論から書く。で、理由付け後っていうね、そういうふうにしていくと。まあ、短くね、コンパクトな答案ができるのかなというふうに思われます。はい。 民法については以上です。えー、論点リサーチで最終結果と書いてありまして、6ページから7ページですね。えー、とりあえず皆さんの、えー、今日のね、えー、検討。 までですねえー、今日までの検討の中であこれや,やばいとね、えー、これ検討しなかったとかねいろいろこの、えー、論点リサーチ見ていく中で出てくると思いますけれどもね、えー、この辺なん,なんていうかなこういうのをね使う時の注意点になるんですけれども多くの人が論述したというところを落としてないかこういう目線で、ね、見ていってくださいで多くの人が書いてるところを書いてないとこれ結構ダメージがでかいというところがありますんでね、えー、来年以降受験しようというねそういうふうに考えている方はまずはこの多くの人が論述したというところをですね自分 自分を落としてないかどうかというところを、ねえー、意識して見ておく必要があるかなとで多くの人が書いてなかったというところは大して書かなくても影響ないというところにもなってくるので、ねえー、その辺は、まあ、加点自由だろうというか、ねえー、書けたら御の字という、ねえー、そういう感じで見といてください。はいえー、民法法についいいてては以上です、はい、続いて商法いきましょう はい、えー、商法の問題ちょっと傾向変わったかなというね、えー、感じる問題ではありますけれども、えー、商法の問題検討に入っていいきますはい、問いの1、えー、問題文が短いね、えー、123だけ見たら問いの1入れるというねそんな感じの問題ですが問いの1、はいいのは商法を見ていきます X 社が A 社に対して X 社の募集株式1万株発行するにあたって上記3の A 社の X 社に対する合憲の金銭債権利用するにはどんな方法を考えられるか。 でこれを論ずるにあたってはその方法を取る場合に会社法で必要となる手続きについても言及しなさいというふうに書いてますあんまり見ない問題形態ですね、えー、金銭債権利用するにはどんな方法があるかというね、えー、こういう問いで若干今までにはない問いの傾向なのかなという感じはしますけれども、まあ、方法論ですね、えー、金銭債権利用するために考えうる方法ですね、えー、とりあえずこれは当事者の立場で考えてみるというのがね、えー、一つの、まあ、突破口になるのかなという感じはしますと、はいうのに先に確認します括弧1 募集株式発行に対して X 社の株主である CYZ 社に対して会社をどんな責任追及できるか手段を含めて論じなさいと書いてあります。来た責任追及論、まあ、責任論はね会社法の主要な、えー、検討テーマといいますかね主要な論文テーマになってくるところで、まあ、責任追及ときてますので根拠条分示してねであと方法も含めて手段も含めてと書いてますので訴えの種類とかねその辺もねなんかこう考えていくというのが望ましいのかなとは思われます。はい括弧の2 ダイブス弁済を受けた B 社エ、えー、X 社の定時総会で議決権行使することができるか論じなさいと議決権行使できるかというふうに聞かれています議決権行使するためには株主たる地位を取得してないといけませんので株主たる地位を取得しているかどうかを検討せよというねこういう問題なのかなというふうに考えられますで、これ論じるにあたっては5 募集株式発行の効力についても言及しなさいというふうに書いてありまして、まあ、この辺の名を書きね、えー、ちゃんと踏まえて論述していくということが望ま,望まれますはい、えー、問いの字が若干ちょっとこうね、えー、今までに見ないでね問いの形式で若干面食らった方もいるかもしれませんが落ち着いて、ね、当事者だったらどうしたいかなというね、えー、そこから考えてみるとね突破口は出てくると思いますはい問題文1番のところ <laughs> X 社 公開会社であり、株券発行会社ではないと、種類株も発行してない、10万株を発行可能としていて、4万株、これをすでに発行済みと、で、定時総会、基準日5月31日ということで、ちょっと変わった感じですね、基準日5末、3末が多い中で、基準日5末、これ、結構特徴的なね感じではあります。はい X 社、したる事業の電子機器、えー、これは堅調であったが、えー、事業拡大目的で多額の投資を行った電力事業の不振によって多額の負債を考えて、差額の負債を抱え こういうふういいふに書いてあります、まあ、結構最近多いところですけどね、数年前にね、電力に関するね、買い取り制度みたいなね、そんなのがあって結構、ねえー、結構な会社がね、この電力投資ですね、して、あんまり思ったほど儲からんじゃないかとかね、そんな感じになってるところはあったりします。はい、そこで以下、X 社、電力事業を売却して撤退する、債権者に引き受けてもらうことにより、負債を減少する計画を立てたと。はい、募集株式。 発行けれども債権者に引き受けてもらうとこういう方法を考えていますで X 社は同社に対して合計の金債債権を有する A 社これに買い取ってもらうということを考えましたで、A、募集株式 1>, 1万株発行することとして払い込み金額は5万円でそのに申し上げたところ了承得ることになったで有利な金額ではないで、A、社はそれまで X 社の株式は有していなかったというねこういうふうに書いてあります。はい 意味があって書いてあるんでね、えー、有利な金額ではないというところで、まあ、これは取締役をかけすぎていけるというね、えー、こういう話になりますしから X 社の株式を有していなかったということで、まあ、今回新たに5、えー、1万株ですかね、えー、1万株を取得するという形になりますけれども、えー、4億株のうちの、ねえー、既存ゼロ。 で新たに1万株取得、単に20%取得するにすぎません。これ、既存の株を発行、ね、受けててですねで、なおかつ支配株の変更が生じるときには、これは特別な手続きがいるというのが募集株式でありますよね、えー、ここの支配株の変更は生じないというね、えー、そういう意味として、このまたいかがね、使われてるのかなというね、そんな感じはします、はい。で、しかも総数引き受けですね、今回ね、総数引き受け、1万株全部、総数引き受けで、 支配株の変更はなしと、支配株主変更なし、これがなおの2行で読み取れる事実です。総数引き受けでありええ、ごめんなさい、なおの2行じゃない、なおの前も含めてね、えー、読み取れるところで、総数引き受けですよ、205条のことですね。 で公開会社ですす支配株の変更はありませんに関する事実とこの辺りは募集株式の発行に関しての条文所続は全文所続が当たり前ではあるんですけれどもね、えー、この問題文の事実を見てあこれはこの条文に関する事実だというふうに気づきたいところですねでこの条文に関する事実だということは、ね、問いの1、えー、3行目ですよね会社法上必要となる手続きについても言及しなさい。 ここに影響してくるんだよね会社法上の手続きとしてこの205206の2とかねこの辺言及しようと思えばできるという感じになってくるという感じでしょうね。はい、で今回この5億円を使って何か A に引き受けてもらうという方法ができるのかということですけれども考えられるのは5億円の引き受けに際して払い込むべき義務と。 5億円の債権、対等額で総債するというね、この話が考えるんですが、総債については禁止する条文がある。これはもうね、常識として持ってきてください。で、200、209ですね。ごめんなさい、208。ごめんなさい、208です。で、208で3個これがありましてね。総債の方法は。 で3項引き受け人は総裁することができないというふうふに書いてますす引き受け人は総裁することとができないと書い書てるのでじゃあ会社からの総裁どうなんだという話は残るわけねで会社からの総裁を認めていくのかどうなのかあるいはこの208条3項ですねそこがあるのでもうとにかく総裁はダメ別の方法で考えられないかと。 おそらく考え方としてはねこの2つに分かれてくるかなというふうに思われます、はい、会社からの総裁を認めるのかどうなのかあるいはもう総裁自体が資本充実の原則から望ましくないというところがおそらく趣旨でしょうから資本充実の原則から、ね、望ましくない会社からの総裁であっても同じように資本充実の観点から望ましくないというふうにも言えますのでこれは別方向で考えるのが 債権の現物出資これれが考えられるかなとこの5億円の債権を X 社に現物出資するそうすると X 社の方で債権債務者同一人になりまして近藤消滅してくれますでこの株式引き受けに際してこの債権でもって現物出資して株主になるというねこの方法が考えられますはいおそらくこの2つのどっちかですね、えー、会社かからの操作を認めていいくという方向か 債の現物出資化で左の方を肯定しようと思うとその208条3項の趣旨からね論じていくという形になっていく208条の3項の資本充実の原則というところをね強調してしまうとおそらくですが会社からの総裁もあまり望ましいものではないというふうになるのかなとそうなると右側ですよね総裁の代わりに債権の現物出資というねこれを考えることになるでしょう、はい、でこの債権の現物出資どうやったら思いつくかなんですけれども A の立場で考えたらいいです A からすると5億円あるよねと払い込みせずに出資する方法って何かあるかなと金で払い込むのが原則だけれども金以外の払い込みあ現物出資があるという感じですねそこで気づけるとなおいいかなという感じですねこれも当事者の立場で何ができるかなという視点で分析していくとたどり着ける答えにはなってくるのかなとで債権の現物出資の方向でいくならばここは 現物出資の手続きですよね、いわゆる検査役の選任と、そういった、ね、手続きが必要になるという感じになっていきます。はい、金銭以外の出資ですの、ね、で、207ですね、207、1個、検査役の選任ですね、これが必要になるよと。で、この検査役の選任権については、ね、使用条文は。 きに存在するというねそんな感じでして、まあ、207の1個から4個不当であれば変更するという7個、でその後ですねちょっと飛びますけども9個ね、ねここに重要条文がありまして9個、えー、適用除外、これがあるんですけども今回は適用除外のどれにもちょっと当たりにくいかなと思いきや5号が実は本件 ちょっと言及する必要が出てくるかなと。2百、えーえー、7条項9項5号です。現物出資財産株式会社に対する金銭債権弁債金が通らしいものに限るであって当該金銭債権について定められた199条1項3項の価格が金銭債権から負債の帳簿が超えない場合それについては金銭債権について現物出資財産の価格検査薬の責任が不要になるかどうか5号言及する必要が出てきます。で5号こ,れはここでもうね 債ででの現物出資が書いてあるんですなでこの上部所属普段しててね2百9条5号までね、えー、207条です、えー、207条の休校五号まで46と今回債権の現物出資ってあ,あるじゃんという感じでね思いつくところにもなってきますはいで、今回は弁済期が到来してるかというと到来してないんですね弁済期が28年7月1日で出資の履行期日が28年5月27ということで5号の弁済期到来という要件満たさないのでやっぱりこれは検査役の専任い,いると。 当たらず、で検査役の選任、これをしていくことが望まれるということになるでしょうね。検査役の選任以外の手続きとしてはどんなものがあるのかというと203条以下の手続きですねえこれが必要になってきますがえその前にえ今回は債権の現物収支の形かえ通常の募集株式の発行ですのでまずここからいくね公開会社手続きとしては。 201条取締役会決議ですね、えー、これが必要になるよと、201条の1項、199条の1項、2項ですね、えー、このあたりの条文をまずは指摘していて、取り換え決議がいると。で、有利発行じゃないので、もちろん総会決議はいりません。その上で、手続きとしては取り換え決議だと何するかというと、通常であれば203、204、申し込み割り当て、これがいるんですけれども、 総数引き受けですので申し込み割り当ての手続きはいらないとでなおかつ206の2割り当ての督促ということで支配変更、ねえー、当たらずと支配者の変更これは生じないので206の2ですね、えー、これによる総会、えー、等の手続きはいらないという形になっていきますねはいでそれ以外に こっち、ね、手続きとしては207条検査役の専任との手続きがいるとまあこの辺りをね論じていただければ問いのうちとしては終わりという感じになるでしょうか。はい えー、条文としては、これ、僕ね、どっちかというと、右側ですね、えー、左側の会社からの総裁認めるという方向でいくんじゃなくて、右側の債権の現物出資という形でいくのが、まあ、素直かなというね、えー、こういう感じがします。総裁禁止というね、208条ですかね、207が、すみません、208 20条3個、えー、これがあるのでね、総、え、裁、ー、禁止からすると、まあ、右側に行く、債、ね、権の現物出資の方向で考えてね、えー、それで必要な条文に言及していくというのが、まあ、できたらいいのかなという感じはしています。はい、えー、問いのうち以上でおしまい えー、問いのに、はい、こちらに入っていきます問いの、えー、問いの,の前提で4番、X 社、えー、電力事業の売却、それから募集株式発行で負債額減少し、えー、弁債額を減らすことができたけれども、なお負債が解消されたわけではない、でまた、下の事業においても、えー、事業計画に狂い、で新たに資金調達の必要性が生じたということで、X 社大取り Y。 これが、えー、Y 社が Y の親族が経営し取引関係のない Z 社これが経営する会社に出資してもらおうとで募集株式を発行することとしたとところが X 社において募集事項の決定者のうち3億円払い込むことができないということになったと。 で払いい込みがされずね株式発行できなとと困るとそこで Y と Z 社協議して何したかねえ Z 社が X 社の連帯保証を受けて金融機関、バンクですねそこから借り入れを受けで出資そういう形にする。 で払い込み金を持って人たちに借入金を弁済するという、ねえー、こういう形を考えるというような形にしました。はい、で5番「Z 社29年2月1日 X 社の連帯保証を受けて3億円の借入れ」これをしています、はい、連帯保証ですねでさらに X 社は Z 社に対して、えー、6000株の発行をした で5万円払い込み金額は有利な金額ではないでそれまで株式は有していなかったというねこういうふうになっております、はい、で6番 X 社は2月2日払い込み金を引き出して Z 社の借入金さえも債務を弁済したと第三者弁済みたいなねいそんな感じになってますけれどもまあ いわゆる見せ金だなと、えー、そんな感じですね、もう明らかな見せ金という状態になっております。はい、その後も Z 社、事業は悪くなった、Z 社の債権者 B、これが出てきます。で、この Z 社の債権者 B、このままでは Z 社が弁済受けられないということで、この株式でもって、 大仏弁済。することにしたと。で、二十九年五月二十九日。大仏弁済契約を結んだと。はい。五月二十九日という日付に着目していただきますと。あれ、本件の基準日より前だというところが気づきます。ね、ええー、経営の細かいね、問題ではありますけれども。基準日前ですので。一応は。B. 社は。 総会での議決権行使はできそうな感じになるなというところにねまずは気づきますはい、えー、基準日前基準日と聞いたら124と飛んでくださいね基準日と聞いたら124ですね、えー、124条の話にはまあ触れることになるのかなという感じですねはいで問いの2括弧の1募集株式発行に関して X 社の株主である C これが YZ 社ここに何らかの請求追及できるのかでその手段を含めて論じなさいというねこういうふうに書いてあります。はい、C の X 社に対する責任追及 y,、ね、y 社に対する責任追及と Z 社に対する責任追及ですけれども本件はこの出資が。 見せ金的な感じですので仮想収支の責任ですよね、これの追及をしていくというのは目に見えている、ね、感じですね。でなおかつ X C 株主ですから代表訴訟を考えていくというねそういう感じになっていきます。はいということで、まあ、今回の事案、非常にシンプルですね。2番のの括弧の1 はい、C の場合に対する責任追及ですけれどもこれ仮想出身に関わったというところになりますので213の2ですよね213の3かこの辺りをね使っていくことになりますでこの責任追及ですけれども要件ですね213のの二2であれば 出資の仮想払い込み仮想これに当たるかどうかの認定してください。ね、払い込みの仮想これに当たるかどうかですね、えー。条文の文言に当てはめするというね、えー、こういう指定を持っておきましょう。で、213の2、第1項1号ですね。213の2の第1項1号と、それから213の二3の第1項。 どちらにせよ出資の仮想が要件ですので出資の仮想に当たるかどうかの認定、ね、でここはまあ皆さん有名なところで見せ金の判断基準ですよね見せ金の判断基準の判例3要件これを当てはめしていただいたら、まあ、今回はね、えー、払い込んでからね、えー、返済までの期間はめちゃくちゃ短いでしかもですね会社の資金管理に当たる影響はめちゃくちゃでかい会社の資産に使われた形跡もないというところでもう見せ金の3要件ドンピシャというねそういう感じになります、はい、ですのでまあ払い込み仮想に当たるのはまあ前提として 払い込み仮想の判例3要件これを踏まえて213の、えー、Y の方は3の1項ですよね、えー、支払い義務を負うでただし書きも、ねえー、無家室の証明もなしですね まあ積極的に加担してますので、無価値の事実、ね、無価値の面積ですね、これもありえないというところを触れときましょう。はい、から、Z 社については213の2の1項1号ですよね、えー、仮装した金額、ここは奇跡自由うんぬんというのはいらないのでね、えー、これは特段問題なく認定されると。で、問いの2番の括弧1手段も含めてと書いてますので、代表訴訟の要件にも一応触れとくと、ね、株主ですので、代表訴訟として847の1項。 これにも一応触れておいた方がいいでしょうね。847の1個、えー、6か月前から引き続き株式を有する株主、株式会社に対し、えー、書類、署名、その他の,、えー、他の法務省令で定める方法により、発起人、設立、調子マーク、設監査役,役、役員の責任追及する訴え、えー、これの提供を請求することができると、まあ、いう,ふうになってますけども、この中に、ねえー、213の21 2、これは入ってます。 これは代表訴訟の対象に入っています。いいですね。これはもう条文のね、えー、当てはめの中にね八四七の以降。えー1個 ここに、えー、213の3の、ね、の方が条文には書いてませんけれどもこれは、ねえー、列挙されているものに限定しないというのが判例の立場ですからね847の1項この対象は、えー、別に、えー、列挙されたものに限らず、ね、役員の責任全体を含むで全体というか、ねえー、取引上負担した際には、ね、そういったものも含んでいくということで今回の役員の責任ドンピシャで入っていくというところも、ね、言及しておく方がいいのかなと思われます。はい 2番の確保にあ一応8四七の1項の対象に当たるかどうかのね、えー、そこのまあ一応解釈論も入れとくというねそういう感じになるでしょうね、はいえー、なおかつですね、えー、責任追及できるかという手段も含めてですからまず8四七の1個提訴請求であることを触れといてください提訴請求してその後三3個これでようやく提訴ができると。 60日60日後に提訴できるというねこのあたりまで触れといた方がいいかなという感じがしますね、はいで。回復できない損害が果たして生じるのかどうなのかというのはちょっと事情としてはよく分かりませんので3項、まあ、まで、ね、触れといてもらったらそれで OK かなという感じがしますね。 はい、条文の当てはめに過ぎないということでまあこの問いの2の括弧の1は得点源のはずですいいですかね問いの2の括弧の1ですねこれはもうね多くの受験生が絶対に書けるはずでありましてここでかっちり取っておくとね、えー、きっちりここで得点を取っておくということが大事でしょうけれども幅広く条文使うというねこの視点を持っていてください 847、1項だけじゃなくて3項、ね、1項はあくまでも提訴請求にすぎませんので3項の60日経過後に提訴できる責任追及するためにはまずは提訴請求した上えで3項ですね、これを触れていく、でまあ、細かい、芸の細かい話ですけれども、提訴請求になってくると。 386の2項ですね関西役当てにしなきゃいけないとかねその辺もまあねプラスアルファとして書くことはできるかなと、ね、低定請求紀の相手方は大取りじゃなくてね関西役ですので、まあ、3862項なんかもね言及しても加点自由にはなるかなという感じはします。はいで3の括弧の22の括弧の2です,すみません2の括弧の 2B 社の議決権行使 で今回基準日があるので基準日前なので OK とも思えるというところが、ね、まずは原則論として考えられますが仮想出資です今回、株式の対象、ね、対象となる株式が仮想にかかるものですので募集株式の発行の効力これがもし無効であるならば株式取得できないよねというねこういう話になってくるのね。でこのの仮想出資場合に 当該株式はどうなるのかこれは実は条文が決着つけてくれてますで条文209二項三項、はい、仮想出資の場合でも、はい、209条の2項、えー、引き受けに213の2の一項覚悟にかける場合には、えー、支払い給付した場合に限りですね無事でなければ 権利行使することとはできないとね引き受け人そのものが権利行使には2個かかってきますが今回では3項ですねえ当該募集株式譲り受けたもの当該募集株式についての権利行使することができるで悪意重過失があるときにはこの限りでないということで善意無重過失かどうかというところですねこれを当てはめ最後にしておくというところになるでしょうか。 で今回 B 社単なる債権者ですまさか仮想であることなんて予想もできないというふうになるのかなというところでね、えー、仮想であることについてまあ何か知り得た事情がない限りは矛盾過失だろうというふうに当てはめしてください。なのでで今回は権利行使できると 明らかにで重過失をうかわせる事情っていうのは、まあ、全く上がってませんのでね、えー、そういう意味で今回、えー、209条の3項これによって権利行使はできるという、ねえー、そういうい結論になるのかなというふうふに思われます。はい そんなところで、えー、問いの2の括弧の1これはもう得点源ですが括弧の2はこれ条文知らないと解けないでねで株式募集株式の発行に関しての条文はこれ全文所得をね、えー、推奨しています募集株式に関しての条文今回は207条208条209条という若干ちょっとマニアックなね、えー、条文のところが聞かれてはいるところであるんですけどもこのあたりは普段から条文所得をいかに株式してるかというね、えー、これによってまあ 条文るるかかかかどううでですすすねねこれれが大ききくく分てててのなといいい感じはににつ以上しおま参考答案ね、そこはちょっと私なりには若干、こうなんていうかな、不満が残るというね、そんなところはあるんですけれども、レジメ12ページのところですね、参考答案書いてありますけれども、これ、会社からの総裁はできるというね、その方向で言ってるところであるんですけれどもね、そこを言うのはいいんですけれども、なんで現物出資について触れないのかなというね、現物出資もね、考えるところでありまして、 えー、そこに僕が触れといた方が僕がそっちの方がいいのかなというね、えー、個人的な気はしています。でなおかつ、手続きの説明がちょっと足りないかなというね、えー、そんな気がします。えー、問いの1のところですけれども、手続きの説明で今回だったらね、えー、199、201に関する言及、それから204、205、206の2ですね、このあたりの言及ができるはずですので、えー、そこは加点自由として問いの1のね、えー、答案の中には入れとくという方が万全かなという感じがしますねねはいいページのの説問1です、ねえー、ちょっとと手手続きの説明が手薄というね。 そういう印象を持っています。はい、問いの2の括弧の1、まあここはね預、えー、けや、えー、見せ金ですよね。 店がねとということで皆さんもお得意の解釈論でありまして、そこの当てはめも含めてですね、まずは仮想ですよね。これの認定をする。で、その上で Y に対する請求213の,、えー、21の3ですね。で、Z に対しては213の2というね、えー、このあたりの請求をしていくよということになります。はい。えー、ここに847ですね。847の言及がちょっとないなというね、えー、そんな感じがしましてね。847についての言及はちょっとあった方がいいのかなというね、えー、そういう感じがします。847が、えー、冒頭の括弧の1ですね、ここの2行しか書いてないところであるんですけども、 対象に含まれるかどうかですよね。そこの議論が全く触れられてないという意味で、Y に対する請求のところね、Y に対する請求のところで、847の対象に一応入るんだというところをね、一言触れといた方がいいのと、あとは手続き手段ですので、提訴請求して60日後にできるというね、この辺の手段までね、コメントを入れといた方が加点かなというね、そういう感じはします。はい、豊野さんに関して、ごめんなさい。豊野さんが第3のところですね。第3のところについては209条にまあ言及できて、でかつね、2項3項ですね、この辺か。 からするとまあできるというねでで,できたら重化数の認定ですよね重化質はないというふうに本文の事情からは当てはめしたいところですね通常の債権者にですねまさか仮想の払い込みだなんて予測できるはずがないというところはありますのでここはまあ重化数なしという認定までねしていただいても大丈夫だろうと思いますはい最後、えー、民訴法入っていきましょうかはい、えー、民訴法の検討です。 はい、配点割合まで丁寧に書いてくれてます。で、えー、配点割合書いてくれてるので、答案の分量も1対1というね、えー、そういう感じになるようにしておいてください。はい、えー、民訴法問いの1、見ていきます、えー。会話を読んだ上で、訴え提起の時点では未発生である利得金も含めて、不当利得返還請求提起することの適法性の分について論じなさいというふうに書いてあります。はい、問いいのの未発生でである利得分も含めててという書き方になってますので 非発生分未発生分両方請求するというのが問いの1の内容に含まれてますねここはもう日本語的な読解の問題で未発生分も含めたと書いてあるので何に含めるのといったら既発成分を一応請求するのに合わせて未発生分をという問いだというふうに把握してくださいでなおかつ未発生分来た将来請求ですね135だともう問いを見て 民訴の問題だというふうに一発で気づきたいところでありますで会話は読むのに時間かかりますこれ事例と問いの位置の内容の分量の把握してみてくださいほとんど変わりませんなので問いの位置ここまで読んであと上から行こうというふうにしておいてください会話読むね会話読むためには前提部分ですよね、えー、ここが理解できないと大変ですのでもうあとは上に行くというね、えー、そういう感じにしておきましょうはいここから問いのに先に把握します第二訴訟において 助手裁判所は貸金債権の存分について改めて審理判断することができるかを検討しなさいと書いてますがこの第2訴訟を書いてますので多分これだろうと当たりをつけてください第2訴訟と起きた時点で規範力もうこれが引かれてるなというふうにね判断したいところですはい、第2訴訟とありますのでえ第1訴訟の判決これが主文請求の理由ですねえ主文とその理由どうなってるか で理由についても142項があるんだったら、ね、142項の話もしなきゃいけないんだろうなというふうに、ね、考えて規範力を見るという、ね、そういう視点で見ていってください、はい、事例前提部分ですね問いの1の前提部分見ていきます、はい、問いの 1Y は公土地の所有者であったが公土地について A との間で賃貸借契約 これを結んでますで20年でゴルフ場用地として利用しているその後高土地は XY の共有になったとところが引き続き Y が行っていたで YA からの賃貸借契約も Y が、ね、従前通り管理していたと A からの賃料 Y が回収を行いで X に対しては 持ち分に割合に応じた額が賃回収された賃料から交付されていたと最初は良かったけどもところがある時点から Y が X に交付しないようになったと、ね、おそらく Y ががめてたというね、えー、そういうことなんでしょうけれども、えー、こういうふうになったので XY、えー、と交渉したけども支払いに応じなかったで L は、えー、持ち分割合を超える部分について Y が不当利得しているとして不当利得請求訴訟を起こすことにしたと はい、703700円に基づく請求ですね、はい、で弁護士が確認したことによると A が運営する極場の経営は極めて順調今時なかなか、ねえー、珍しい感じもしますけども順調ですとでかつ10年間支払いは続けられていて未払いなしと特殊事情として上がっております順調で未払いもないというね、えー、こういう状態になっていまして問いのうち 会話に入っていきましょう、えー、今回の不当利得請求訴訟で X は何度も請求したことない、えー、訴訟を提起したくないで残りの賃貸期間にかかる利得分についても請求したいここも書いてますね手も請求したいですのでもちろん揮発成分を請求した上でプラス将来分をというねこういうふうな意図であることは確かです。で未発成分について、えー、請求することについて何か問題ありますか 相手方 Y に不利益が生じてしまうかも特にペン論終結後に発生する利得分どう考えるかは難しそうですとまあ将来請求の問題分かっていればそりゃそうだよなとねえ将来の請求をしていくということはこれは今の時点で債務名義を取るということでね、えー、今の時点で強制執行可能な手段を手に入れる相手方にですね、えー、強制執行を避けるために の負担を強いることになるこれが言いたいたわけですねなのでこの会話から何に気づきたいかというと将来の基礎の負担を負わせるのが果たしていいのか未発生分135条のお話だ135条のお話で将来債権についての請求的確というねこれに気づきなさいというのがこの P の会話からね、えー、気づけるとなおいいかなという感じですね。はい その後 L えー、そうですね。 でその点も配慮しつつ、えー、未発生の分まで請求できるのが許されないのか、えー、検討してみてくださいということでね135条の問題で、えー、単に必要性に当てはめするだけじゃなくて前提としての請求的確そこのところまで含めて考えなさいというね、えー、こういう誘導になっていますとなるとも135条の議論ですね、えー、結構お得意のものというかね、えー、典型論値は典型論点ではありますけれども、まあ、なかなかこうね、えー、普段の勉強で全部暗記というねそういうわけにはいかないところでもあるのは確かです。でこののの135条請求的確の議論で 僕なんかは、ね、試験直前に一生懸命、発揮するという、ね、そういう感じで最後までになっていたような、ね、ところではありますけれどもこの請求的確の、まあ、一応判例ですよね、えー、昭和56年判例、ね、を認識した上えで当てはめしていくというのがまあ望ましいところになるでしょう。規、は、範、いえー、成分についてははこれは 現在給付ですので、当然できると、これは前提としてね、軽く論じておいてください。現在給付の訴えですので、基本的に訴えの利益はあるということになりますが、未発生分については、訴えの利益のところが135条によって決まる、請求的格プラス、あらかじめ請求する必要性、これの当てはめをすると、請求的格のところは判例の3要件、これを当てはめすると、事実状態の継続が予測されること。 ねえー、それから被告に有利な変動自由があらかじめ予測できることで被告に提訴の負担を課したとしても不当とは言えないことという、ね、この3要件、まあ、一生懸命覚えるのじゃしゃあないですよねで、えー、現場でひね出すのはなかなか大変なので、ねえー、試験直前でもです、ね、この将来請求の、えー、判例の3要件ですかこれ一生懸命覚えるという、ねえー、そういうい対象になった人も多かったんじゃないかなという,ふうに思います。はい、でこののの要件の当てはめです将来の継続が予想されるかかどうか今回 将来的に不当利得の発生が予測されるかどうかというところです将来的に不当利得の発生が20年の契約で順調な賃借人で未払いがないということは将来にわたって賃料が発生することは予測されますよね。 でなおかつ、Y は今ですらがめてるわけで将来にわたってもがめることは当然予測されるということで事実状態の継続はあらかじめ予測できるという当てはめはできるかなと。で、その次ですね、えー、被告に有利な変動事情、これが予測できるかですが被告人有利な変動事情として考えるのは支払うであるとか賃貸借就労であるとか。 え、ね、この辺りがですね。被告に有利な変動児童としてあらかじめ予測できます。で、なおかつ被告自身が払えばいいね。基礎の負担ね。免れるために。 払えばいいね払ってさえしまえば、ねえー、その支払ったという弁済の証拠で提出すればですね、えー、強制執行を止めるのは簡単にできる賃貸借収容の証拠も自分が管理してるんだから、ねえー、それを提出することは別段困難ではないということで、えー、ここは被告に提訴の負担を課したとしても不当ではないとこういう当てはめができるかなという感じがしますね。はい、何にせよ、まあ、今回の 判例3要件に当てはめするだけというね、えー、そういう単純なまあ事案といえば単純な事案かなという、ねえー、感じがしますけれどもただここはですね24年の判例してる方は24年判例との比較するのも大事ですね24年判例は駐車場に関する収益をがめてたというね、えー、そういう事案で駐車場に関する収益については不当利得ね、えー、将来の継続等の、ね、要件が難しいんじゃないかというねこういうふうにしているのが24年判例でありますで、えー、本件とその24年判例との違いは ここです長期賃貸借契約24年判例は駐車場の契約でね駐車場の契約になるといつ賃借に出ていくかわからないという意味で将来にわたる継続が予測できないというねこういう感じになるんですけれどもそことは違い本問では20年でかつ順調で未払いもないということで将来にわたって、えー、この事態の継続が予測できるということになるのね。なので判例の まあ知識持っている方は判例との比較するということでね。そこはさらにプラスの加点自由がね望めるのかなという感じはします。はい。あと要件としてはもう一個ね。あらかじめする必要性。これは義務者の態度等から判断するというね。えー、そういう事案ですね。で義務者の態度と今回は義務者 y。今ですら拒否していると。 弁護士が入っての交渉ですら拒否したということで将来にわたるですね、えー、支払い拒否、これが予測されますのであらかじめする必要性があるというね当てはめができるかというふうに思われます。はい、えー、問いの1、まあ、135条の判例知っていれば楽勝問題ですね、えー、判例のねその3要件をちゃんと理解していればもう楽勝問題というねそんな感じになるのかなと思われます。ははいいいい次ののの問問問題いきましょうか絡絡み、はいえー、問いの2絡みですけれども はい事例のところ、続き見ていきます。L は X と相談した結果、差し当たり、す、え、で、ー、に発生した分のみ請求することにしたと、で Y はこの訴訟の口頭弁論で、500万の貸金債権で、相殺する主張をしたと、こう書いてあります。来た 総裁第2訴訟114条2項だ、ね、もう一発で、ね、気づくところであります。で、著訴裁判所、審理の結果、判決主文、えー、理由と分けておきますが、判決理由については、えー、300万あり請求部分は、請求原因部分はあり、で他方で、 500のうち450は弁済されている50のみあるということでその真相に従った判決250万の任用をしたとこうなるでしょうねはいこの辺は自分の手控えですから 自分さえ分かればいいです、ね、で私の,この書いた手控えが、ね、皆さん理解できないということであればそれも知らないですね。えー、とりあえ私が分かればいいという前提で、ね、こういう手控えを作っているわけでね、えー、皆さんも、ね、手控えを書くときに自分さえ分かればいいね、えー、そういう感じの手控えで大丈夫です。はい、で、その後その5倍は貸金債権の事前全れた認められた50万を除く450万、弁済されていないと450万の請求をしたと。 はいこんな内容になっていますでこの5層改めて貸金債権の損分について心理判断できるのかを検討しなさいという話で114条2項だけ検討したらいいんだなというねそんな感じですね114条2項を中心に検討したらいいなという感じになりますね、はい、とりあえず、えー、総裁の公弁 のの規範力のお話であることは明々白々でありましたねで、えー、ここのところについて規範力を考える際にはできたらですけれども棒グラフじゃないですけどね、えー、こういうのを作っとくと便利だろうと思います、はいえー、前奏においては500万、えー、これを請求してますで x 側は300万 これを請求している中で500万の反対債権、これを持ち出したとところが裁判所の判断としては50万はあるんだけれども残りはないこういう判断をしたんですねで5層で請求した部分 450万を請求しています。で、護訴裁判所。前訴規範力 これが及ぶならば、誤訴において改めて審理判断することはまあできないぞと、でえー、前訴判断の、ね、内容について誤訴裁判所も拘束されるということになりますので、まずは114条2項の規範力の範囲を確定する必要があります。で、114条2項の規範力の発生、ね、えー、裁判所が、ねえー、認定した総裁のこの額だけじゃありません、ね、対抗した額で、えーえー、規範力が生じるという,ふうに書いてますけれども、114条2項の規範力は、 訴求債権損費の判断のために実質的に供された額と言われてましてここが114条2項で規範力が生じる部分になりますここは規範力の正確な知識が必要になりますね対抗した額っていくらというと訴求債権損費の判断のために実質的に供された判断債権の額とでその部分について規範力が生じる ということとで、えー、あると判断された50万部分、ここについてもね、えー、総裁によって消えた判断再建が基準時です存在であるという判断について規範力が生じますし存在しないと判断された250万ここについても、えー、114条2項の規範力が生じる従いまして誤層の中でいくと誤層の請求部分のうちの250万のところが114条2項の規範力で遮断されるこういうことになっていきます。 じゃあ残りはというと規範力は生じません規範力生じるのはあくまでも対抗した額まででありまして対抗した額を超えるところは規範力生じません。ですが前訴の総裁の公弁で一部しか認められなかったってことは残部はないという判断に他なりませんので。 この部分無し返すのはよしくないということになりますね。えー、ここの規範力ね、えー、生じないとはいえども無し返し、まあ審議速で却下とこうなるでしょうね。はい。まあ、ね。 判例の年月日まではいいですけどもね平成10年6.12というねこの判例が参考にはなるかなとその判例を存分したじゃありませんからね一部請求の後の残部請求に関する判例がこの10年6.12でね一部請求で一部任用にすぎなかった場合には残部はないという判断に他ならないしたがってその残部請求は、ね、審議則に反するので却下するべきだこれが10年6.12ですが捜査の公文においても同様に考えられますね。訴求債債権権に対対して反対債権の一部 だけを総裁に起したところその一部ですら全部任用されることはなかったということはその反対債権の残りの部分も存在しないという判断に他ならないわけですからねこれを誤そで蒸し返すのは不当なものであるということでこの平成10年判決を参考に審議即説で却下するこれが望ましい結論になるのかなという感じはしますね。はい まあここの対抗者額のところが正確にかけたか書けなかったかでおそらく、ねえー、民相の得点が大きく変わるかなという感じがしますねで。この対抗者額についてはあの今回もろに、ねえー、直,直前聞かれて、ねえー、そこで合否が決まっちゃうという、ね、感じになりますけれども。まあ 結構、受験指導している中で114条2項は正確に理解していない人が非常に多いので、ね、114条2項の,この対抗した額のところは、ね、正確にいろんな問題を通じてです、ね、検討できる正しく回答できるという状態にはしておいてください、まあ、過去にはねょうだ労の入試と問題とか、ね、そこの解説の中でも、ね、言及したことがあるんですけれども兄弟労の合格者でも、まあ、この114条2項は間違えるという、ね、そんな感じの問題ではありまして114条2項を正確に抑えているだけでもアドバンテージだという感じにはなってくるでしょうねはい、以上 で民訴法の検討もおしまいということで民訴法これ結構ね過去問に比べると非常に楽な問題ですね非常にあの正確な知識を持っている方にとったら今回の民訴は得点源に本来ならなきゃいけないねそういう問題ではなかったかなというふうに思われますはいえー一応参考答案等にもコメントを入れておきますはい解答例はい解答例のところはまあ問いの位置は まあ、おおむねパーフェクトかなというね、そういう感じはします。え、問いの1に関してのところね、請求的確の問題と、それからですね、必要性のところですね、このあたりはもう的確にかけてるかなというところで、まあ、これはね、参考に非常になる、ね、そういう答案であるかと思います。はい、え、問いの2のところですね、え、規範力の範囲についての、まあ、一応お話ししてますけれどもね、え、ここも、まあ一応正確にかけてます。え、まずね、え、前奏の客観規範力の客観的範囲ですね、え、これについてどうなるのかということで、114条2項のね、指摘ですね。対 500万の不存在これについて規範力とこれ正確に書けてるのでここはもう,もう少しね書くとしたらえ50万の不存在と250万の不存在ですねえ総裁に供された部分の50万ここも不存在。 が一応判断ね規範力生じますし、えー、存在しないとされた250万ここについても規範力生じるということでこの300万部分についてのところねここもう少し丁寧にね110条2項、えー、論じることはできるかなという感じはしますはい、えー、さらにその後ですね残りの部分についてどうなるのかですね、えー、250万のところはもちろん排斥されるし200万については、えー、これは審議則に算して許されないというねこういう結論になりますここも本当に的確に、ね、かけてるのかなという感じがしますねまあ判例も正確に抑えられてますしね、えー、この答案はかなり 優秀トフにねなってくるような答案ではないかなというふうに思われます。はい、えー、最後ね論点リサーチのところですけれどもまあ書けない人っていうね、えー、っと。 問いのうちに関してちょっとここは意外だったんですけれどもね、えー、問いのうちの1と2の関係のところですねこれが結構多くの方が書けてないという意味で、あのー、135条のですね、えー、請求的確の問題とあらかじめする必要性の問題ごっちゃにしてる人が4割近くおるっていう、ねえー、そんな感じですねだからもうこの135条ほんまに基本知識があるかどうかだけで非常にアドバンテージになってたというねこういうい感じでいるところかなと思います。 問いのののうちのの関係ですねここが区別できていないというのではこれは民訴法の基本知識すら危ういということでねここ全く触れなかったが43.8いますけれどもこれはちょっとまずいです、ねえー、これが大方が書かなくても影響なかったわけじゃないですこれは本来基礎知識として持ってなきゃいけないね部分ですのでこの43.8というのはちょっと受験生の民訴の知識レベルが若干ちょっと不安だなというね、えー、そういうふうなものを物語っている、ね、ところでありますできたらここはもうほんまに入門でも扱うところでありますので正確に二要件。 違うんだよというふうにね押さえておいてくださいはい、えー、その後ですね、えー、ところでいきますと 問いの2に関して、ですね最後のところ、ですね、えー、数量的一部請求に対する請求棄された場合と問題状況を強することの指摘、これがまあ気づけなかったという方がまあ5割、6割、ねえー、いるところではありますけれども、まあねえー、そこは忘れちゃだめだよという感じですね、えー、総裁の答弁であっても、ですね、えー、これは訴訟物と同じように、えー、規範力が生じるということからすると、ですね、えー、一部請求の理論がそのまま応用できるというにちょっと気づきたい なというところはありますね。で、さらにもう1個問いの2の残りですよねえー。装填理論での処理まあ、装填庫理論での処理というね。この誘導がちょっと良くなくてね。装填校を書いたかどうかということで言うと、多分装填校は書かずにね。寝具速説を書くという感じになるので、まあ、ちょっとこの問いの2の最後のところはね、えー、ちょっと聞き方の問題にもね。若干あるのかなというね感じがしますので、まあ、この最後の問いの2のところはそんなに気にしない方がね。いいのかなとは思います。 多くの方は審議則ですね、そこに一応検討できているのかなと思いますんでね、そのあたりは、ね、最後の問いの2の総点ご理論の処理、おそらく、総点校という文字は書かなかったというね、その人も入っているかなというふうに思いますね。はいということで、まあ、今年の民事系の3科目なんですけれども、あの民事訴訟法の問題に着目すると。 基本的なところが聞かれてるというねこういう特徴が伺えますで、えー、民事訴訟法のやっぱりこう一般的なこう受験生レベルですね、えー、受験生のまあ論文レベルとしては若干やっぱり低めであることが多いのでちょっと傾向としてですね基本問題を聞くようにしてるのかなというね、えー、そういう感じも受けますなのでまあ来年以降もですね受けようという方はまずは民訴の基本部分をしっかりしようという風うにね思っといてください、えー、民訴に関しては学者がですねいろいろとこうねややこしいことをいっぱい言っててね分厚いね枕になるような本とか書いてる人とかねそういう人もいますけれどもあれを抑えなきゃ ないわけじゃないね基本的なところを正確に抑えてそれを論述できるというねこういうふうになるだけでも民事訴訟法今回得点できたというね、えー、そういう問題になってますのでね、えー、いかに基本が大事かというところをこの問題は語っているかなというふうに思われますあと民法商法も一般論をお,お話ししておきますと民法商法は本来得点源にするべき科目ですね、えー、当事者の立場で要件検討をするというねこの視点があるだけでですね身近、えー、の問題ほぼブレなく検討できるところですのでね、えー、今回の民事系の問題問いのい 民法が若干ちょっと変わった問題ではあったのは、ね、確かではありますけれども当事者の立場で主張を検討する当事者の生の主張から入っていくというねその当たり前の視点を、えー、答案でもね反映されていくとまあ民法商法で大こけすることはまずないかなというね、えー、そういう感じはします。まあ、民法商法商でで、えー、としたらですね やっぱり論点に頭がいっちゃってる人ですね、その人はですね、やっぱり条文とかの指摘がおろそかになりやすいという傾向に、ね、やっぱつながってきますので、民法、商法は当事者の主張、要件、条文からきっちり構成するというね、こういう視点を持って勉強するようにしていただければというふうに思います。はいということで、あ今年の民事系の問題ですね、民事系得意だった方はおそらくですが、かなり高得点取ったかなという、ね、感じがします。で、おそらくですが、民事系の問題が比較的優しめということがあるので、合格点は若干上がったかなというね、そういう気はせんでもないです。一応例年であれば 235、240点あたりがね合格点になっていることが多いですけどももしかすると民事系が優しめだったという点でね250点に近づくのかなというねそういう気もせんでもないそういう三問ではありましたはいそんなところで私からのね解説ちょっとかなりね端折り気味ではありましたけれどもね一応これで終わりにしたいと思いますまあ皆さんがね今日の分析会を受けてですね何かこう有意義なものをね持って帰っていただければ幸いではありますはいそういうことで私からの解説はこれで終わりますどうもお疲れ様でした